エコマイカは、富山地方鉄道が発行している IC 乗車カードである。名称は、エコロジーとマイカードの冠語であり、富山弁で、行きましょうを意味する、イコマイカとかけている。本校では、富山地方鉄道の非合併会社である、富山ライトレールが、富山港線向けに発行していた IC 乗車カード、パスカについても合わせて述べる。相互利用関係2009年12月の市電環状線開業時に IC カード導入の方針が示された。その後、2010年2月には IC カード導入の正式発表があり、同年3月14日、始発から富山機動線での利用開始が発表された。これにより、従来のトラムカードは利用開始前日の3月13日をもって発売終了となり、トラムカードで行われていたプレミア分については、IC カード利用時に運賃を 15% 割引くという形で引き継がれている。このカードの導入に伴い、環状線と従来の軌道線を乗り換える際の乗り継ぎ割引も自動で適用される。カードリーダーは17台の機動線現車両及び3台の環状線用新車両すべての車両に導入された。また、導入に合わせて富山ライトレールのパスカとの相互利用も可能になった。レンタサイクル、アビレでも利用可能。さらに、2011年7月23日より、エコマイカ、またはパスカで富山機動線を利用した場合、同じ日に3回利用すると4回目の利用から無料となる、オートワンデーというサービスを開始した。なお、エコマイカで富山ライトレールを利用した場合もパスカで利用した場合と同様に、運賃割引が適用されるが、富山機動線と富山ライトレールの間の乗り継ぎ割引はなかった。その後、地鉄バス路線については、同年3月5日の始発日により利用を開始し、同時に IC カードの利用で運賃を 15% 割引するサービスを始めた。それと引き換えに6月1日付でバスの近県回数券の発売を終了した。2012年3月17日より私鉄電車線でも IC カードが導入される。これに伴い IC カードで鉄道線を利用した場合、運賃が 10% 割引になるほか、地鉄バス路線の運賃 15% 割引サービスも2013年3月末まで延長することになった。それと引き換えに2012年3月16日付で、鉄次共通、鉄次連絡、学期定期券及び区間回数券、同年4月30日付で共通、環境回数券の発売を終了する。さらに、学生年間定期券も発売を開始する。通常、交通系 IC カードは最終利用日から10年間利用がないと失効となるが、2019年9月30日付で IC カードエコマイカ10年間ご利用がない場合の失効規定の撤廃を発表。永年使用可能となる。愛の風と山鉄道などが発行する、ICOCAやSuicaなどをはじめとする交通系 IC カード全国相互利用サービスには、非対応であったが、2021年10月10日より、富山地鉄の機動線のみ全国、相互利用サービス対応の各カードによる、変利用を開始した。なお、全国交通系 IC カードは、車内の運賃箱、富山地鉄のチャージ機でのチャージは受け付けていないため、事前に、愛の風と山鉄道などの鉄道駅やコンビニ等で、チャージしておく必要がある。SF 券の発売金額は2000円である。また、初回購入時には、デポジットとして500円が必要になるが、SF 券購入時は、発売金額に含まれている。トラムカードは、富山地方鉄道がエコマイカよりも前に発行していた、磁気式の乗車カードで、富山機動線で利用可能であった。発売額2000円で2300円分の利用が可能だったが、エコマイカの導入に伴い2010年3月13日をもって発行終了となった。パスカは富山ライトレールが2006年4月29日から2019年10月31日まで発行していた IC 乗車カードで、同社が運営した富山港線の定期乗車券及びプリペイド券として使用されていた。ソニーのフェリーチェ技術を採用しており、サイバネティクス協議会規格にも準拠している。パスカは当初は富山港線だけで利用可能だったが、2007年9月21日より接続するフィーダーバスや富山市中心市街地を循環する毎度、ハヤバス及び富山市内の駐車場1カ所でも使用できるようになった。これに伴い、利用対象ごとに独自の料金体系を設定できるように取扱規則が変更された。2010年3月14日からは、エコマイカとも相互利用を開始した。また、レンタサイクル、アビレでも利用可能であった。プリペイド券は2000円で販売されており、そのうち、デポジットとして500円を差し引いた1500円分、利用でき、2万円までチャージできる。プリペイド券は開業当初、購入時のデポジットを差し引いた1500円やチャージの、際の支払い金額に対して1割を上乗せした額が入金されたが、乗車時の割引はなかった。その後、2007年4月1日からは休日などの運賃半額割引が終了したためこれが2割にアップした。しかし、同年9月21日からは上乗せがなくなり、代わりに運賃が割引されるようになった。その他、富山競輪場利用者向けに、競輪専用ライトレール利用 IC カードが発行されているほか、開業記念プリペイド券が限定1500枚作成された。定期券やオリジナルグッズなどの販売窓口は JR 富山駅北口駅舎内と白川原駅の本社内にあり、プリペイド券販売機も設置されている。また、岩瀬浜駅近くの岩瀬カナル会館にもプリペイド券販売機が設置されている。チャージについては、この3カ所に入金機が設置されているほか、車内の運賃箱でも可能である。なお、プリペイド券については、2007年9月の用途拡大に伴い、沿線以外でも購入やチャージができるようになった。パスカは2020年2月22日の富山地方鉄道との合併に伴い、2019年10月31日限りで、新規発行を終了した。トラムカードに関するカテゴリー、パスカに関するカテゴリー。ありがとうございます。